俺は昨日、うんと高い橋から飛び降りて死ぬつもりだった。俺最低な人間だから、本当は生きてちゃまずいやつだから。自分が犯した罪は気持ち悪い、そっくりそのまま自分に跳ね返る。やめて。その罪を背負い、罰を受ける必要のある人間だと思い知った。せめてもう西宮を泣かせたくないって思っただけで。石田じゃね？入院してた人でしょ、あの飛び込みの。あのさ、俺と西宮友達になれるかな。神様、どうかもう一振り俺に力をください。もう嫌なことから逃げたりしません。明日からみんなの顔をちゃんと見ます。明日からみんなの声もちゃんと聞きます。明日からちゃんとするから。西宮には西宮のこと好きになってもらいたい。ちなみに西宮、俺はさ